左基丙八九心想陀チャリドトチガオ、改めまして、はじめまして、新山と申します。この度はギャラリーソウルさん、サニーさんの協力で、展示をすることができることになりました。協力していただいた皆さん、サニーさんありがとうございます。台湾の皆さんも、はじめまして、今日これからですね、展示が始まるので、自分の作品を見てください。ちょっといろいろアンケートというか、答えてくださいという形で、今ビデオレターを送ってますので、いくつか質問に答えながらいきたいと思います。まずはそうですね、なんか尊敬する作家さんはいらっしゃいますかっていうところだったので、一応そうですね、日本画家さんの中で、自分が学生時代からこういう人いいなと思ってた方をちょっと紹介します。ですね、まあ、絵を見せながらいくと分かりやすいと思うので、横山美佐先生という方がいらっしゃいます。戦後のね、高度日本経済成長期の中で活躍した大先生で、まあ、僕らの上の上の先生ぐらいですかね。とてもまあ絵を見ていただければ分かるように、これ桜島かな、エネルギッシュでとてもパワフルで豪快な方ですね。その、まあ、本とかも読ませていただいて、本当にその生き方とか考え方とか生き様にすごく、まあ、共感が得れないところが好きでした。それは共感得れないというのは、やっぱり自分が豪快な人間でもないしパワフルでもないので、やっぱり憧れの存在ですね。そういった形で本を読ませていただいたりっていう、まあ、実際にお会いしたことはないんですけどね、とても、感銘を受けて、慕っている人です。まあ、ちょっと絵柄的にはですね、まあ、この時代ちょうどこう、そうだな、アメリカでロバート・マザウェルとか、あとベルナール・ビュッフェなどといったその作家さんの作品とこう共通点ってこう見出せると思う。こう黒の大胆な使い方と、エネルギッシュな感じですよね。やっぱりこれが大好きで、まあこうなりたいなとは思いつつこうはなれない、そんな作家さんです。はい。これが僕のね、とっても尊敬する先生という形になります。まあ、あとそうですね、いろんな作家さん好きなんですけど、トラウマ的な作家さんっていうのもいまして、エゴン・シーレっていう、これ皆さんご存知でしょう。エゴン・シーレという作家さんなんですけれども、この作家さんはやっぱり人物ですよね。でなぜこの作家さんがトラウマなのかというと、まあ、好きだからこそのトラウマというか、受験時代、人物を描くということが多くてですね、その中で自分がどういう人物を描いたらいいかな、どう表現していればいいかなって悩んでた時にパッと開いた学習がエゴン・シーレだったんですね。いやー、もう参りましたね。やっぱりなんか自分がこうしたいな、こうやりたいな、こういうのかっこいいかな、でもどうしたらいいんだろうっていうのの完成形をもうその時見ちゃったような気がして、もう一生それは超えられないものと感じてしまったんですね。なのでもう僕は人物は描くのをやめようと、まあ受験の時は描かなきゃいけなかったんで描いたんですけれども、まあ作家としてやっていく時に人物はもう描けないなと思って描いてない、そんなトラウマの作家さんです。はい。あとはですね、まあ好きな作家さん誰ですかってこうよく言われる中で、まあもう一人、反対、ザオウーキーさんごめんなさい、反対にしちゃって、ザオウーキーさんですね。まあ皆さんも、まあ、中国の方ご存知な方もいらっしゃると思います。台湾の方もね、ご存知な作家さんだと思います。とても好きです。やっぱりこの抽象絵画の中にどうしてもこう東洋的な風景画を見てしまうのは、まあ自分が風景画家だからこそなのかもしれないけど、なんかとてもね、すごく自分が抽象画を描いたらこうなるのかなとか、自分が風景画を描いた先ってここに行くのかなとか、なんかそんなことを思い起こさせるような、作家さんで、とても大好きです。はい。それとですね、まあ、最近好きな作家さんいますかっていう話で、まあ、ちょっとまたどんどん見せていくんですけど、最近の好きな作家さんというとですね、まあ、ちょっと絵画からは離れると、はい、これ写真なんですけどね、ウォルフガング・ティルマンスっていう作家さんです。とってもね、もうなんかもう見た瞬間はかっこいいわって思った作品なので、特に何かを感じたり、何かこう、まあ、現代作家の写真家なのでいろんな作品撮ってます。でも特にこの作品の、シリーズが大好きで、
いやもうなんかもう見た瞬間にこうゾワッとこう、うわ好きかもっていう感じを受けたのがもう本当に第一インスピレーションで、好きという判断をしてしまったような作品です。はい、あとはですね、まあ、リュック・タイマンスっていう作家さんです。まあ、油のね油彩画の作家さんでヨーロッパの方なんですけれども、とっても静かなこう画面の作り方ですね。はい、でこう何て言うんだろうな、具体的なものを描いてはいるんだけれども、そこまで、完璧に描写するのではなく、こう存在としてこうおぼろげな形をこう描いてる、まあ、まるであたかもね存在というよりはそれが現象としてそこにあるような形で描いてるのは、まあ、自分もねそういう山を描いていきたいっていう思いもあるがゆえに、やはり、この共感の得れるとても、素敵な作家さんだと思っています。まあ、今現存の作家さんでトップランナーだと思いますので、はい、とてもいいなっていう好きな作家さんです。はい、今までどんな活動してきたか、ですね、学生時代からこう風景画を、メインとして、描いてきました。その中でですね、山をこう見て山と向き合い、あ自然の大きさを感じて山を描こうという思いで、もう山を描くようになったんですね。なので、まあ、作品のアイデアインスピレーションとしてはこう山を主体として描いてはいます。ただしですね、まあ、その前提となる自然とか、大きなもっと大きな宇宙っていうものをですねテーマにして描きたいという思いもあって、それがまあ自分で感じられる場所というのが、自然の中の山だったり渓谷だったりっていうところなんですね。なので、まあ、こういった全体的な自然や宇宙をテーマに、その祈りを捧げるような気持ち、まあ、祈りをテーマにして、制作しています。はい、なぜ、画家になったかという質問なんですけれども、小さい頃からですね何かを作ることっていうのが好きだったんですね。それはもう絵を描くとかではなく、何かこう自分の、テーブル目の前にあるこの場所で何かいじって作って、まあ、描きもしたしっていうところでやってた、この延長線上が絵を描くということだったのかもしれません。何かものをね作る、もう手仕事、この中で自分で自己完結してっていう一人遊びの世界ですよね。それがやっぱり好きだったので、まあ、そこが、まあ、絵を描くきっかけになり、こうやって描いて、まあ、今作品も少し大きくなって、でみんなに見てもらってという形になったので、こうやって画家としてやっているつもりです。はい、それではですね、まあ、作品というか、画材の説明したいと思います。今回僕の展示されている日本画というやつなんですけども、材料がですね、画材ですねが日本画独特、日本のオリジナルの画材ですね、伝統的な、画材になってきます。まずはですね、伝統的な画材というと日本の和紙、ジャパニーズペーパーになりますね。こちらを支持体として使っています。はい、これをですね、こう木製パネルというやつにこう貼り付けて、ここに絵を描いていくんですね。でその時に使う絵の具なんですけれども、それがこちらですね。まあ、後で物撮りで見せるかもしれないです。はい、こちらがですね鉱石になります。アズライトという鉱石で、まあ、こちらはマラカイトっていう鉱石ですね。こちらをですねこう砕いて、砂状にした絵の具、それがですねこういった形になってます。これをですね、ニカワというですね動物性の接着剤になります。これをですね湯煎して溶かして接着剤にして、こういった鉱石絵の具をですね塗って描いている、これが日本画の、特徴になります。とてもねもう何千年も前からある、絵の具です。全部天然ですね。なのでこうこれから先、まあ、今まで1000年残っているものなので、この先も1000年残る、そんな画材だと思っております。
こちらをですね使った平面絵画として自分の作品山はですね出来上がっています。1枚描くのにそうですねおよそ1ヶ月から2ヶ月ぐらいかなかかるのかなというところです。またね、自分、今ここにあるのはこれ花の絵なんですけど、今会場にあるのは山の絵が多いかと思うんですけれども、山から取れたこの鉱石の絵の具をですね、山を描くことによって山に還元する、山に返してあげる、そんな作業にこう意味を少しも持ちたいなという気持ちで描いております。今後についてですね、数年前から、台湾の発表が増えてきました、おかげさまでありがとうございます。今後もいろんな形で自分の作品がですね台湾の皆様に、見ていただけたらすごく嬉しいと思っています。歴史的に見ても日本と台湾っていうのはとても非常に特別な関係だと思います。今もこうして友好関係を築けているのはとても素晴らしいことですし、そこに住んでいる人たち、台湾の人も日本人の人もみんなすごく友好的でいい関係を結べていると思います。そして自分もこうして台湾でね発表できることをすごく嬉しく思っています。日本と台湾でこうやって活動していって、そこからまた広く世界に向けて活動ができる、そんなところができていけば、嬉しく思います。また今早くねこの世界中のコロナが収束していって欲しい、そんな気持ちで本当に皆さんそう思ってる思い、これが届いて、世界でコロナが終わってまたねみんなで行き来できるような形になったら、僕も台湾に行って、皆さんの前で、お話しして絵を見てもらってという活動ができれば本当に嬉しく思います。まだまだコロナは収束はできてないので皆さんも無事本当にくれぐれも健康でいてください。これからもよろしくお願いします。それではまたいつか会える日は、楽しみにしてますので、今回は、作品を見て、自分のことを覚えていってください。これからもよろしくお願いします。シェイシェイ。